じゃったらこういうのはどうじゃ。宿はこっちで出会いして差し上げるから、祭りの準備を手伝っていただくっちゅうのは。ふむ。参ったな。まあ僕もそう暇な身ではないんだけどな。でもそこまで言うなら手伝ってあげてもいいのだぜ。本当ですか？つっても力仕事は勘弁な。アドバイスとかその程度しかできんけど。それでも大助かりです。それでいいですよね皆さん。まあ、天王寺さんがそう言うなら。以上。ここが僕たちが担当しているイベントになります。基本的には現部員である僕とフルゴール、そしてスペースアメ社の社員である大徳先輩が中心となって動きます。やるとは言ってない。これは部長命令だ。だがこと深田ミスコンなんて無理ぽ。ダメ絶対。メガネが出ればいい。僕が出られるわけないだろう。それに言っておくが、僕だって不本意ではあるんだからな。いけない。ねえ日高くん、そろそろ。え、本当だ、もうこんな時間。すみませんが、僕たちはこの後も打ち合わせがあるので、これで。八潮先輩と橋田さんも今日のところはお疲れでしょうし。あ、でも花火大会にはぜひ来てください。結構本格的なので。
れば私もこれで。グルゴーリは一緒に来るんだ。私だって疲れて死にそう。いいから来い。人さらい、助けて、犯される。人聞きの悪いことを大声で言うな。そういや、アキタンやアイリタも行かないん？私は中種のロボ部員ではないので。あ、まだ中学生だっけ？ええ、まあ。じゃあ、アキタンは？うちは、バイトがあるから。バイト？この春から、島に新しくオープンした郷土料理のお店で手伝ってるんですよ。アキホちゃんの働いているお店もフードコートに出店しているんですよね。せっかくのロボットのお祭りだよ。うちだってもっとみんなと一緒に動きたいよ。でもさ、お祭りで忙しい最中に休むわけにもいかないし。なんかそっちのけで何だってできたのにさ。そっか、アキちゃんも成長したんだ。もうかい、何さそれ。だって本当は変に出しゃばったりせずに、ある程度は後輩たちに任せようって思ってるわけでしょ。それは前だったら脇目も振らずに首突っ込んでたけどね。ひょっとしてバカにしてる？褒めてるんだって。そう？だったらいいんだけどさ。んどうかしました？よ、なんでも。あの、ごめんなさい、橋田さん。何が？せっかく遊びにいらしたのに、お手伝いしてもらうことになっちゃって。まあいいんじゃね。たまには若い子たちと触れ合わんと気持ちまで年取っちゃうからさ。つうわけで、ヤシオキュン、これから頼むよ。え？俺ですか？だって僕この島のことまだあんまり分かってないしさ。それにどうせヤシオキュンも手伝うなら二人で協力した方が早いっしょ。そうですね、カイト君、私からもお願いします。まあ別にいいですけど。そんじゃ僕は花火大会まで雨社長が用意してくれるって宿でゆっくりするとしようかな。手伝いは明日からってことで。あ、じゃあ私送ります。カイト君たちも
花火大会には行くんですよね。まあそのつもりです。それじゃあまた後で会いましょう。変わった人だよね。うん、ナエさんの知り合いって言ってたけど、どういう人なんだろう。さあ、でも沢田さんまではああいうんだから、それなりに頼れる人なんじゃない。でもやっぱりうちもいろいろやりたかったな。祭りのこと？うん。その分お客として参加すればいいじゃない。お客さんとしてか。まあそれくらいならできるかな。あのさ、カイ、ん？その、お帰り。うん、ただいま。元気だった？まあね、起きちゃおう。うちは元気だよ。そっか、うん、バイトはもう慣れた？うん、最初はいろいろ失敗なんかもしたけど、今はかなり。予備校どう？友達できた？まあそれなりにね。って言ってもみんな勉強しに来てるわけだから、一緒に遊んだりはしないけど。そうなんだ。あ、でもまさか。何？うん、なんでもない。なんか赤い変わったよね。そう？特に変わってないと思うけど。なんていうか、その大人っぽくなった。
私がいることも忘れないでほしいです。私だってお兄ちゃんが帰ってくるのずっと待ってたんですよ。あ、ごめんごめん。愛梨ちゃんも元気そうでよかったよ。アキちゃんはどうするの？帰る？うん、うちはバイトに戻らなきゃいけないから、実はわがまま言って抜けさせてもらったんだよね。ああ、そっか。でも花火大会には行くんでしょ？もちろん。じゃあ花火大会でまた。浴衣を用意してくれたんですよ。へえ。私浴衣って初めてだから楽しみです。お兄ちゃんも見たいですか？もちろん。それでは私は先に帰ってますね。うん、それじゃあ後で。ロボ部は総部以来のピンチなんだから、カイも少しは協力してくれないと。協力してもいいけど、キルバラで俺に勝ったらね。もうそんなの無理に決まってるじゃん。
いいですか部長、ロボットに顔は必要ありません。ナンセンスです。何言ってんのさ、飾りなのは足だけで顔は必要でしょ。どうせならメイドロボ作るべき。何ですか大徳先輩。ただみんなロボットさんのこと大好きなんだなって。ほんと懐かしいね。それにしても日高くんすごいよね。こんなに暑いのに平気な顔してる。夏は暑いものと決まってますから、そうと分かっていれば特別なことはないはずです。と言いながらも空手先輩の汗をペロペロしたいメガネであった。変なナレーションを入れるな、フルゴーリ。汗に濡れた制服っていいよね。僕に同意を求めるな。日高くん。違います。エンジョイだ。もしかしたら種子島中の人が集まってんじゃね。そうだと嬉しいですね。黒砂糖でもたで。
これはこれは。せっかくのお祭り、楽しんでいっておくれ。どうも。こんばんは。どうもどうも。どうしました？いや、種子島の人たちって僕みたいなよそ者にも分け隔てなく接してくれるなって。皆さんいい人でしょ。やっぱり土地柄なんでしょうか。ヤシュウキュンとアイリタンじゃね？あ、ほんとだ。おーい、カイトくん。すごい人だね。正直びっくりした。わー、アイリちゃん、今日は浴衣なんですね。はい、おじさんとおばさんが用意してくれたんです。おじさんとおばさん？あ、お兄ちゃんのお父さんとお母さんです。お兄ちゃん？え、もしかしてヤシオキュンとアイリちゃんって兄弟？ということは、兄弟でもないのにアイリタンはヤシオケンのことをお兄ちゃんって呼んでいると？はい、そうですけど。なんですと？ヤシオケンってばいかにもクールを装って、俺、女子には興味ないんですって顔しときながら、こんなロリ少女にお兄ちゃんと呼ばせてるとか、マジ作詞すぎるだろ。恐ろしい子。いや、別にそういうんじゃないですって。俺はただの成り行きでそうなっただけです。そうですよ、カイト君は橋田さんとは違って横島な感情は持ち合わせていません。いや、そんなことないね。男はみんな年下のおにゃの子にお兄ちゃんと呼ばれたいと思ってるのさ。あ、でも言っとくけど、別に羨ましくて言ってるわけじゃないんだからな。家に帰れば僕にだって愛しい奥さんと超プリチーでキュートな娘が待ってますし。そんなこと言って本当は？僕にもロリ少女からお兄ちゃんって呼ばれる方法を教えろください。お願いします。この通り。あの、もしかして私、お兄ちゃんって呼ぶのやめた方がいいですか？ほら、橋田さんたら、アイリちゃんが怖がってるじゃないですか。ちょ、今の言わせたの泣いたんじゃん。アイリちゃん、このおじさんの言うことは気にしなくていいですからね。そうそう、気にせず今まで通り呼んでくれればいいから。僕のこともお兄ちゃんと呼んでくれてもいいのだぜ。ごめんなさい、それはちょっと。しょんぼり。カイト君、アキホちゃんは？ああ、アキちゃんなら後から行くから会場で会おうって言ってたけど。カイ。ああ、アキちゃん、ちょうど今。
ははこれはこれは。どうかな、カイ。その言い方、どうしたの？うん、せっかくのお祭りだし、新しいのを買ったんだけど。そう。それで？え？だから、どうかなって。あ、うん、その、似合ってるんじゃないかな。そう。久しぶりの再会、浴衣姿に無法。それなんて色気。フランボ、いつの間に。リア充マジ爆発すべき。あ、フルゴーリ、どこに行ったのかと思ったらこんなところに。あれ、ヤシオ先輩。それに、もう二人とも邪魔しちゃダメだよ。邪魔？何のことですか？日高くん、それ本気で言ってるの？僕には大徳先輩が何を言おうとしているのか全く分かりませんが。はあ。結局みんな集まっちゃったね。まあいいんじゃない。こうして全員で揃って何かやるってのも久しぶりだし。ヤシオ先輩とメガネの浴衣姿、テラモエス。やはり浴衣は素朴な素材にこそ合わせるべき。どうしたんですか？ちょっとね、伝統と革新について考えてたんだ。はあ。ねえ、この後アメ社長の開会宣言があるんだよね。花火が上がるのはその後かな。だったらせっかくだし、それまでみんなでお祭り回らない？あ、みんなで？うん。でもいいの？もちろんだよ。ね、カイ。ん？ああ、うん。まあ、アキちゃんがそれでよければ、俺は構わないけど。それじゃあ決まり。スバルもフラウボーもいいでしょ？構いませんよ。どうせ今日はもう僕たちもやることはないですし。メガネとヤシオ先輩がイチャイチャしてくれるなら。
ナエさんと橋田さんもよかったらどうです？い、僕もいいん？一人で回ってもつまらないでしょ。言っときますが、僕には嫁がおりますので。ええ、それは聞きましたけど、それが何か？それじゃあ、お言葉に甘えちゃいましょうか、橋田さん。よし、おじさんみんなにおごっちゃうぞ。本当に？やったー！うちはね、たこ焼きとリンゴ飴と焼きそばと。あんまり食べると太るよ。お手柔らかにお願いします。お腹いっぱい、帯が苦しい。浴衣なのにあんなに食べるから。まさか頑張れるのお面まで売ってるとは。ごめんなさい、私までごちそうになっちゃって。あ、僕ももう大人だからね。この程度のこと大したことないっつーの。そろそろ始まるんじゃないですか、開会宣言。あ、ほんとだ、もうそんな時間。記念すべき日にこれだけたくさんの方にお集まりいただき、誠にありがたい限りでございます。皆さんの記憶にもまだ新しいと思いますが、今年はこの種子島が世界を救った歴史に残る年であります。その記念すべき年を祝うべく、今年は種子島鉄砲祭りを種子島和細工鉄砲祭りとグレードアップし、今宵この時より約2週間島を挙げてお祭り騒ぎを行う所存にございます。島民の皆さんも、そして島外からお越しの皆さんも、みんなでこの種子島を、そして種子島の輝かしい未来を祝おうじゃありませんか。それでは今宵ここに種子島和細工鉄砲祭りの開催を宣言します。思う存分楽しんでください。さすが、力を入れたというだけあって結構な規模ですね。無茶しやがって。まだまだこんなものじゃないですよ。
ん？なんぞあれ。おい、嘘だろ。そんな、どうして？どうしてあいつが？三島光！お兄ちゃん。そんな、どうして、どうしてあいつが。オリエンティ、意味不思議。愉快だね。実に愉快だ。かりそめの勝利に酔い、バカ騒ぎに興じるその姿、実に滑稽だよ。言ったはずだよ。すぐに第二第三の僕が現れるだろう。それが今さ、僕の野望があの程度でついえると思ったのかい？だとしたらなおさら滑稽だね。面白い、本当に面白いよ。君島子、どうして今さら。どうして今さら復活したか、そんなこと決まっているじゃないか。もう一度プロジェクトアトムを成功させるため。と言いたいところだけど、あの実験はすでに過去のもの。最後まで検証できなかった時点で実験としては不完全だったということだ。もちろんこれを負け惜しみと取るならそれで構わない。ともかく僕は新たなる実験を開始することにした。世界を僕のものにする、そんな実験をね。君たちに分かりやすい陳腐な言葉で言うなら、そう、
世界征服かってところかな。世界征服？そんなことさせるもんか！おやおや、気に入らないね、その反応。もっと恐れおののくと思ったのに。わかったよ。そういうことなら、まずは手始めに面白い余興を見せてあげようじゃないか。今から僕が君たちを混沌の世界に陥れてあげよう。見るがいい。いでよ、マッチロックシップ。なん？見てください、あれ。
マッチロックロボ剣山。ん？どうだい？僕の力をもってすればこの程度のことはたやすくできるのだよ。言っておくが、僕が使えるのはこのマッチロックロボだけじゃない。ありとあらゆる力が今や僕のこの君島港の支柱にある。君島港、お前の目的は何？言っただろう。世界を混沌に陥れ、世界の支配構造を覆すこと。そう、つまり世界を我が手中に収めることだ。なんだかどこかで聞いたようなセリフですね。宙に落ち。電磁波照射装置の仕業。まず間違いないでしょうね。そんなことうちらがさせない。君たちにまたあの奇跡が起こせるとでも？残念だけど、あれはたまたま、たまたまうまくいっただけの、いわばまぐれみたいなものだよ。当然まぐれは一度きり、二度と起きるはずがない。簡単に目的を達成したところで面白くもなんともない。というわけで、君たちにもチャンスを与えようじゃないか。チャンス？そう、明日から君たちの身の回りに混沌という名の鉄槌が下るだろう。要するに、どういうことだってばよ。要するに、不可思議な現象が起きるってことさ。つまりは、今日ここで起きてるようなことが起きるってこと？それは想像にお任せする。そんなことしたんじゃ、せっかくみんなが楽しみにしてたお祭りが台無しになっちゃうじゃん。だからチャンスをあげると言ってるんだよ。